はい、ご視聴ありがとうございます。ラーメン変人でございます。今回は2023年最も美味しかったラーメン屋さんをご紹介したいと思います。結果から申し上げまして、宮城県大崎市古川にあります中華そば上々さんでありました。レギュラーメニューも限定のメニューも全部本当に美味しいです。基本上品系なんですけれども、上品すぎない、出汁感などがしっかりしているところが本当に、素晴らしいと思います。あと麺とスープの組み合わせ、本当に抜群であります。でお店の前に駐車場は10台程度止められます。住所営業時間はこのようになっております。はい、お品書きでございますが、中華そば醤油と塩、鶏中華そば醤油と塩、貝出しそば醤油と塩、上上ブラックダークサイド、これが基本、ラーメンのレギュラーメニューになっているかと思います。はい、それではまず1品目、中華そばの醤油でございます。一番オーソドックスなメニューかと思います。豚バラに、この刻みネギ、のり、メンマというこのシンプルな組み合わせ、最も好きな、このビジュアルでございますね。この醤油感が本当に素晴らしい、美しいビジュアルでございます。油浮きも程よいですね。でラーメンウォーカーの情報によれば、兵庫大徳醤油の再仕込み醤油、こちらを使われているようでございますね。で出汁は国産鶏、グルメ、片口いわしなどであるようでございます。結果から言いまして、2023年最も美味しかった醤油ラーメンでございました。飲み口としましては、この再仕込み醤油、大徳醤油の再仕込み醤油が実にうまく引き立てられた醤油感抜群の中華そばであります。ベースの国産鶏、そして魚介乾物系、これらと再仕込み醤油の、融和といいますか、再仕込み醤油の引き立てられ方が本当に本当に素晴らしい醤油感抜群の中華そばでございます。再仕込み醤油独特のコクと深み、これが、実に生かされた構造、作り方、バランスでありますね。麺とスープの位置や油浮きも最高でございます。バッチかと思います。で麺でございます、おそらくキーは22か24の、中細より細い細麺でございます。長さがあり、すすらせてくれる麺でございます。麺の持ち上げ感抜群でございます。加水は中華水の熟成の印象で、スルスルとしたすすり心地にプリッとした食感、程よい喉越し、スープ、麺の組み合わせ、一体感、バッチシかと思います。いや、麺とスープの一体感がありますね。麺とスープに一体感を感じます。この感じ、あのラーメンひばりさんと宮城では似て、類似する部分があるかと思います。ですので、中華そば上々さんが好きなお好みの方はラーメンひばりさんもおすすめでございます。具材一つ一つにも隙がありません。はい、それではコンパクトサイズのこのもう崩れ落ちてしまう豚バラチャーシューでございますね。このタレの染み込み感も程よく、こう柔らかく、なんていうんですかね、こう柔らかいんで、しも染み込みまくりまくりスティ、なんですけども、濃すぎない、味付け感、豚の脂身、バラチャーの醍醐味を存分に味わえます。コンパクトサイズではありますが、このこチャーシューが好きな方、バラチャーが好きな方は、チャーシュー麺おすすめでございます。鶏出汁にこの魚介乾物系、のところにですね、でこのバラチャーの、豚の感じもこう紡ぎ合わさってきますし、中盤以降こうさらにコクが増してまいりますね。で出汁感がしっかりしてますん で醤油感がくっきり、しておりますので、まあ 麺の小麦粉がですね、こうスープに溶け込んでくる必然というのがラーメンにもあるんですけれども、全体がぼやっとしてくる感じはそれほど感じません。むしろ麺をすするというこの動き、動作連続が、実に実に楽しくなってまいります。楽しく美味しくなってまいります。でこのバラチャーですね、麺とスープの後のバラチャー、崩れ落ちる美味しさ、
てまた麺とスープに戻るという、シンプルな組み合わせ、これが好きです、これ以上やはり具材はいりませんね。いらないと個人的には感じます。やはりあの軸、これは麺とスープの一体感という感じに帰着している、この中華そば醤油、まあ、中華そば醤油というよりも個人的にあの醤油中華そばという醤油のコクと深みが実にうまく引き立てられた一杯でございました。最高です。はい、それでは限定の豚もつラーメンの味噌でございます。はい、それで具材は、ニラ、輪切りの、唐辛子、そしてニンニクチップ、刻みネギ、そして三河、白たまり醤油で、煮たという、このもつがですね大量に潜んでおります。背脂とラー油が浮かぶ、豚もつ、味噌スープ、ベースは国産鶏に魚介乾物系を合わせた、チンタン系のスープなんでしょうか。ではいただいてみたいと思います。これはもうですね分かりやすい美味しさで本当にうまいという感じでですね、もう、聞きまくりまくりスティですね、聞いてくる感じです。味噌は白味噌主体でありますかね。で、あの脇の固め方が本当に、素晴らしいですね。大友店主は、背脂のコク、ラー油の辛み風味、そしてニンニクチップ、乾燥ニンニクチップの、このニンニクの風味がこう絶妙に効いてくる、実に実に、美味しいうまい、豚もつ味噌スープでございます。はい、そこに合わせる麺は、平打ちの太麺、麺肌から言いまして、やはりすすり心地からも言いまして、高水の感じですね、加水高めの印象で、スクリュー気味でこう生き生きとしている感じですね、口触り舌触りが、実にプリプリしており、プリッと感が半端じゃありません。いやー、この麺とスープ、これも組み合わせバッチ抜群でございます。はい、ニラ、この一杯におきましてもまさに主役でありますけれども、めちゃめちゃぴったり合っております。ニラもですね、このボイルしてないかのごとく、してないんですかね、してないかのごとく、そして、こちらのもつが本当に柔らかく、白たまりがうまく効いてますね。味付けが、ね、まあ、やはり濃すぎないのがこの一杯に、ぴったり合っております。麺、スープ、具材の組み合わせもバッチシでございます。いつも感じるんですけれども、中華そば上々さんの麺とスープの組み合わせのバランスは最高峰でございます。豚もつがすごく柔らかく、ニラの風味がシャキシャキ、際立つ、シャキシャキと際立つ感じ、最高の豚もつ味噌でございますね。豚もつ味噌ラーメンと一言と言いますか言いましても、なかなかここまでクオリティ高いのは、高い一杯を提供はできないかと思いますよ。いや、ラーメンとして、味噌ラーメンとして、実にうまく、もうセンスが本当抜群なんだと思います。消化されております、実にうまく消化されております。で、ちなみに、こちらはやはりあの限定でございますので、毎回提供されているわけではございません。必ず必ず、公式 X、中華そば上々さんの公式 X を、チェックして、食べに行ってみてください。今はもう提供されておりませんね。5月に提供され、12月にも提供された一杯でございます。本当に美味しい、味噌の一杯でございました。こう背脂がこうあの中盤以降こう引いてくるんですけども、それでも当然、コク深さ、美味しさの深みは、失われていかない、食べ進めもバッチリな、感じです。で、あのしょっぱすぎない感じも素晴らしいですね。絶妙な塩分、の具合もバランス感、センス抜群かと。なので最後の一杯までスープ一滴も残らず食べてしまうような豚もつ味噌でございました。いやー、本当に最高でした。
はい、続きまして3品目は6月に提供されておりました、限定の、冷たい中華そばでございます。具材は刻み青ネギ、とろろ昆布、そして、鶏もものチャーシュー、そして、梅肉、梅肉でございますね。そしてメンマでございます。見た目的にはかなりあっさりしてそうな冷やしの感じですが、油浮きがいいですね。でいただきますと、実に濃厚なカツオだしでございます。薄さ皆無でございます。濃厚なカツオだしが、めちゃめちゃ広がってくる、冷やしのキンキン系の冷やしの一杯でございます。これもすごいです。2023年最高一番の冷やしでございました。それで麺はレギュラーメニューの切り場、多分24ですね、22か24、すすり上げますと長さがあり、冷水できっちり締められておりますので、もうプリッと感、弾力感が増しまくりまくりスティです。でこの冷やしにこの刻み青ネギ、これを合わせていきますと、この麺のすすり心地に青ネギの風味が、組み合わさってきて、最高の冷やし感がさらに、増幅しておきます。増幅していきます。で柔らかい、冷やしにもかかわらず柔らかいこの鶏ももチャーシュー、もう一つ一つに隙がありません。もう一つ一つが食べ進めるごとに一杯をさらにさらに引き立て、趣深くしていきます。趣が増していきます。はい、この梅肉ですね、もう冷やしにはもうめちゃめちゃぴったり合いそうですね。この梅肉のクエン酸、冷やしの酸味ですね、これがこう、爽やかな、この酸味が、食べ進めを豊かにしていきます。相変わらず麺とスープがバッチシバッチグーでございます。はい、とろろ昆布スープ、第何段階になったんですかね、まあ、第3段階ぐらいですけれども、このとろろ昆布のぬめり、そして風味がもうめちゃめちゃうまくこう食べ進めを豊かに引き立てておりますね。最高の冷やしでございます。キンキン系ながら非常に濃厚なカツオだし感、そこに組み合わさる、刻み青ネギであったり、このとろろ昆布、梅肉、などそして麺とスープの組み合わせ、バッチシの組み合わせの一杯、冷やしだとなおなお個人的に感じますけれども、麺とスープ、これが非常に重要になってくるかと思いますね。温かいラーメンも重要ですけれども、さらに麺とスープがうまく組み合わさってないと、冷やしというのは成立しないのかなと、うまくこう美味しく成立しないのかなと個人的にはなおなお感じて、冷やしだと感じます。中盤から後半にかけても隙がありません。そうするとこのとろろ昆布がこのぬめりと風味が混ざり合わさってまいりまして、濃厚なかつおだしにさらにこう混ざり合わさってまいりまして、最後まで飽きがこなく楽しめます。これも今年一番の冷やしでございました。醤油、味噌、冷やし、すべて、今年一番が中華そば上々さんでございます。そして限定の辛味噌ラーメンであります。はい、具材でございますが、豚バラチャーシュー、そして刻み青ネギ、刻みネギ、そして提供前に炒められました鉄板で炒められました、もやしなどの野菜群、上から振りかけられておりますのは、唐辛子、そしてこれはニンニクですかね、ニンニク、フォアジャオ、生姜などが、使われているようであります。そして背脂が浮かぶ、辛味噌スープ、辛味噌ラーメンでございます。実に美味しそうです。初動でレンゲですくった感じはこうさらっとしてる感じですね。でいただきますと、お見事というような辛味噌スープでございます。
いやこの味噌が実にこう軸となり、味噌が実に引き立てられた、辛味噌の一杯でございます。ラー油の感じも感じますね。ザ辛味噌、豆板醤などの感じは あまり感じないんですけれども、こうラー油、そして生姜、ニンニク、ホワジャオがうまくこのスープと融和している感じ、味噌を軸に、ベースの出汁、ニンニク、ホワジャオ、生姜などがうまく融和している感じがもう素晴らしすぎる飲み口でございます。めちゃめちゃコク深い、辛さも程よい、味噌スープでございます。辛味噌スープでございます。はい、それでは、麺をすすり上げていきたいと思います。デフォが細麺ですかね。この細麺に辛味噌っていうのも本当に面白いですね。切り刃は22か24、もしかしたら26かもしれませんけれども、すすり上げますともう辛みまくる、スープの麺肌にこの辛味噌スープが、濃厚な辛味噌スープが絡みまくるすすり心地でございます。とにかく麺にスープが吸着してくる感じなので、マット感を感じますね。麺にマット感を感じます。なのでプリッとした感じもあるんですけれども、もしかしたらこう茹で加減を変えてるんですかね、デフォの麺に対して、この豚バラチャーが柔らかく溶け落ちます。コンパクトサイズ、厚みも、絶妙、柔らかく溶け落ちていきます。もうとにかく絡む細麺でございます。太麺も絶対合うんですけれども、細麺の味噌っていうのもいいんですね。実は細麺の方が太麺よりも絡むっていうのは理屈で、証明されておりまして、いわゆる麺が細い方が持ち上げが良い、なぜなら持ち上げが良い理由っていうのは、たくさんの麺を持ち上げられる一度に、なので、その麺に吸着する感じもより多くなると面積が細麺は小さい分、太麺より小さい分、より多く持ち上げられるので、より多く吸着するがゆえに麺が絡むのは太麺より細麺でございます。これはある種ですね、辛味噌混ぜそばのごとくの中盤以降でございます。そしてですね、フォアジャオも効きすぎてないがゆえに、しびれも絶妙でありますし、しびれ感も絶妙でありますし、生姜、ニンニクもいい感じがゆえにですね、この味噌をだからゆえに引き立ててるんですね。でございますので、中盤以降スープが引いてきますと、スープ量が少なくなってまいりますと、この細麺との組み合わせが混ぜそば感が増してきて、で、前半から炒め野菜の香ばしさは抜群なんですけれども、さまざまなところでこうバランスが味噌を引き立てているんですけれども、この辛味噌の一杯は前半から中盤後半にかけて表情があまり変わらない、というわけではなくて、その逆で、表情を変えていく、面白さ、趣深さがありました。味噌っていうのは基本的に最初から全てが濃いので、麺の小麦粉が溶け込んできてもあまり表情は感じませんし、なので逆にその利点を生かして、前半から中盤後半にかけて、表情を変えていくという面白さ、趣深さを生かした感じにできると、でございますので、でさらに味噌というのは周りの脇を固める具材群であったり、スパイス系であったり、そうしたものが融和していく感じが強くなってきますので、最後にこう濃厚さが増していきます。はい、それでは、2023年、最も美味しかったラーメン屋さん、宮城のみならず、東北全国で、最も個人的に美味しかったラーメン屋さん、中華そば上々でございました。
醤油部門、冷やし部門、限定部門、味噌部門、全部個人的に1位でございました。一番美味しかったです。いやー、これからも中華そば上場さんの進化から目が離せません。個人的には目が離せません。ぜひぜひぜひ、訪れていただきたい宮城県僕の、お店でございます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。